どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は三国志新選の動画作っていきたいんですけども、今交流ページのガイドのところに来ております。で、下から2番目にシーズン1人気部隊編成をまとめましたというですね、運営さんからの連絡が来てるのを皆さんご存知でしょうか。ここの部分を覗いたことある方やったらわかると思うんですけども、こんなページになってるんですよね。はい、このような形でですね、シーズン1で使われてた編成の中でも特に人気があったのをですね、運営さんが紹介してくれてるんですね。さらにその武将はもちろんのことですね、覚えさせてる戦法の人気順みたいなのも書いてくれてるということで、非常に参考になるページということになっております。で、この中でもですね、今まで動画で紹介させていただいたのがですね、左端の名前のところに書いてる劉備治療槍というのが書いてますけど、これは天下槍のことですね。で、その2つ下の桃園盾というのはですね、桃園決議という名前で紹介させていただきました。で、下から2番目ですね、義旗と書いてるんですところがあるんですけど、これはですね、僕がテイクはどうしても欲しいみたいなですね、動画を作らせていただいたんですけども、その中で紹介させていただいてる編成ということになってます。なんでいくつかこのような形で紹介はさせていただいてるんですけども、まだ紹介してない編成というのもありますので、今回はせっかく運営さんがですね、人気編成ということでこのような形で発表してくれてますので、それにあやかってですね、有名編成の紹介というのをしていきたいと思うんですけども、試食の中だったらですね、もう天下槍と桃園決議は紹介させていただきましたので、真ん中のですね、五個槍、五個槍、どっちかな、五個槍の方がまあピンとくるんですけどね、オール音読みっていうことなんで、五個槍って読みましょうかね、こちらの編成を紹介していきたいかなと思うんですけども、この編成の特徴を一言で言うならば、全体攻撃特化編成と読んでいいんじゃないかなと思うんですよね。このゲームって単体攻撃もあれば全体攻撃もあるじゃないですか。で、どちらの方がいいかっていうのは好みによるところはあると思うんですけども、全体攻撃の方がですね、まあ、ターゲットが全てということになってるので安定はしてるんですよね。単体攻撃になると、例えば首相ばっかり単体攻撃で狙ってくれたらですね、部隊の壊滅は早いですが、首相を一切狙ってくれなかったり、まばらに攻撃されたりするとですね、なかなか相手を壊滅させることができないみたいなことになるんですけども、全体攻撃の場合はですね、まあ、戦法が発動さえすれば毎回同じような戦果が発揮できるということになってるわけなんですね。なんでこちらを好む方も多いんじゃないかなと思います。そしたら中を細かく見ていきたいと思うんですけども、使う武将はですね、長雲と張飛、あと馬超ということで、職の五個大将軍の5人のうちの3人が入ってるということで、これだけ見るでもですね、結構火力出そうだなっていうのはですね、ご理解いただけるんじゃないかなと思うんですけども、スキルの方を見ていきたいと思います。まず五個槍の主将の張雲から見ていきたいと思います。張雲の固有戦法というのがですね、こちら一心贅胆とお読みするんでしょうか。洞察状態になり、武力、統率、知力、速度を40増やすと、自身が主将の場合上昇値は50になるということが書かれております。なんでこれはですね、洞察状態になる、つまり状態異常になりませんよ、制御状態を食らえませんよということで、なんか知らんけど動けないとかですね、そういったことにはならないということなんですね。で、プラスアルファ武力、統率、知力、速度というですね、戦闘に関わる属性をですね、大きく増やしてくれるということになってるんですね。なんでこの戦法を放つとというても、まあ、パッシブなんで 100% 発動するんですけど、張雲が編成にいるとですね、もう戦闘開始直後にですね、強化されてる状態で戦うことができるということなんですね。何かに特化してるわけじゃないんですけども、何をするのにも強いということになりますよね。攻撃をすれば火力は出るし、攻撃を食らえば耐久値は高いみたいな、さらに速度も速いので先に動くことができるというですね、オールマイティな武将にさらに輪をかけて、オールマイティ感が増すというのがですね、こちらの張雲の固有戦法ということになってるんですけども、で、張雲に覚えさせる戦法がですね、一応破陣再建と万夫不倒ということになっております。こちらの方も見ていきたいと思います。まずこちら破陣再建に関してはですね、孫策か文集から継承できる
S 品質のアクティブ戦法ということになっております。発動確率は 35% ということでかなり低いですし、一旦の間準備しということで準備戦法ということになってるんですよね。準備戦法のネックとしてはですね、この準備してる間に制御状態なんかを食らうとですね、戦法を放ってなくなるみたいなことがあるんですけども、超運自体がですね、洞察状態になっているという戦法をですね、こういう戦法で放っているので制御状態にならないんですね。なんでこの準備期間があってもですね、必ず戦法発動してくれるであろうということが期待できるので、あまりネックにならないんですよね。で、準備戦法っていうのはですね、当然そういったデメリットがあるわけですから、火力とか効果っていうのはですね、保証されてるわけなんですよね。かなり強いということになってます。で、発動確率の低さも相まってですね、発動さえしてくれたらかなり強い戦法ということになってるわけなんですね。で、内容の方はですね、一旦準備して、敵軍複数の、まあこれ2人なんですけど、統率と知力を80ポイントも低下させてくれるということになってるんですね。で、統率が下がると平均ダメージを多く食らうようになりますし、知力が下がると軽量ダメージを大きく食らうようになるということになってるわけなんですね。で、さらにこれが2ターン持続して平均ダメージも与えてくれると。で、数字がですね 158% ということでかなり大きいですよね。で、これもですね、おそらくですが敵軍複数に与えられるダメージということになってるので、ダメージ率を足すと300を超えてくるということで、結構えぐいダメージを叩き出してくれるわけなんですね。で、超運が洞察状態っていうので、この一旦の準備しというのが苦にならないプラスアルファですね。その超運自体がですね、バフがかかってるので相当強くなってる上に、この強い戦法が発動ということになったら、とんでもない火力が出るっていうのは安易に想像がつくんじゃないかなと思いますけどね。それではもう一つの戦法、バンプ不当を見ていきたいと思うんですけども、こちらはですね、馬長と巨長から継承できる S 品質のアクティブ戦法、発動確率が 30% ということになっております。これまた低いですね。で、一旦の準備期間の後、敵軍全体に平均ダメージを与えるということが書いております。ものすごいシンプルな戦法ですよね。で、準備期間があるということで、先ほども言ったデメリットがあるわけなんですけども、超運が洞察状態に固有戦法でなっているので、そのデメリットっていうのは解消されております。で、火力を見るとですね、敵軍全体に 204.8% のダメージということで、これ合計すると600以上のダメージを叩き出すということで、相当高火力な戦法になってるんですよね。やはり発動確率が低くて、さらに準備期間がある戦法ということだったらですね、これぐらいの火力が出るということになってるわけなんですね。で、破人再建が対象2人で、こちらのバンプ不当が対象3人ということになってるので、この動画の冒頭の方でお伝えさせていただいたですね、全体攻撃特化編成というのがですね、このあたりでもご理解いただけるんじゃないかなと思うんですけどね。こんだけ全体的に攻撃を高火力で出すっていうパターンって珍しいんじゃないかなと思いますので、そういった編成が好みという方はですね、狙って作ってみてもいいんじゃないかなと思いますけどもね。そしたらもう一人の武将、張飛を見ていきたいと思います。固有戦法から確認していきたいんですけども、延期と方向って読むんかな、こちらはパッシブ戦法ということになってて、戦闘準備ターンに 100% 発動してくれるということになっております。で、2ターン目と4ターン目に敵軍全体に平均ダメージを与えると書いてますね。また敵軍全体ということになってるので、全体攻撃特化編成と言われるゆえんっていうのがですね、ここら辺でも分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけども、ダメージ率もですね 104% ということで決して低くはないんですね。まあ、先ほど見ていただいたバンプ不当とかに比べると低いんですけども、あちらはですね、アクティブ戦法な上にですね、発動確率が 30% と非常に低いので、こちらは逆にですね、2ターンに1回ですけども 100% 発動してくれるっていうことになってるので、その分火力は低いのかなという気はしますけどね。ただですね、目標が封印状態の場合はですね、目標の統率が 50% も減ると、つまりダメージが倍与えれるっていうことになってるわけなんですね。で、封印状態になるべくしてからですね、攻撃を繰り出すべきだろうというのが、この辺でご理解いただけるんじゃないかなと思います。自身が主将の場合というのはですね、この編成は超運が主将なのでカットしていきたいかなと思います。そしたらこの超飛に覚えさせる継承戦法の方を見ていきたいと思います。はい、まず一つ目がですね、意気昇天ということになっております。
こちらは張飛の固有戦法と非常に相性のいい戦法になってるんですけども、内容がですね、式戦法ということになってるので発動確率は 100% です。戦闘準備ターンに必ず発動してくれます。で、戦闘開始後の2ターンの間、毎ターン 90% の確率で敵軍複数を封印状態にし、通常攻撃不能にするということが書いてあります。で、意気消沈で封印状態にして、で、その封印状態にされた相手っていうのはですね、張飛の固有戦法によって統率が 50% も下げられる、つまり半分になってしまうっていうことなんで、これはですね、もう張飛を使うんだったら必須って言うて A レベルの継承戦法ということになってるんですけどね。まあ、顔料と装備から継承できる S 品質ということで入手難度はそこそこ高いんですけども、それでも張飛を使うのであればですね、確実に覚えさせておきたい戦法ということになっております。でですね、ただこれ戦闘開始後2ターンの間って書いてますよね。で、張飛のこういう戦法が2ターン目と4ターン目に発動ということになってるので、これ結局恩恵受けられるんは1回分の固有戦法のみということになってるんですけども、その点がちょっと寂しいなとは思うんですけどね。4ターン目に関してはですね、この意気消沈によって封印状態になっている相手を攻撃することはできないということにはなってるんですけども、この封印状態っていうの自体がですね、結構厳しめの制御状態ということになるので、その仮にですよ、仮に張飛がいなかったとしても、この意気消沈っていう戦法は強いんですよね。っていうのが、封印状態というのは通常攻撃ができなくなるということになっているので、突撃戦法持ちの編成だったりしたらですね、本当に痛いんですよね。もう一切戦法発動できない上に通常攻撃もできないよっていう状態にされてしまうので、ダメージソースがゼロになってしまうということなんですよ。ということで、これもその壺にはまれば強い戦法っていうのがご理解いただけるんじゃないかなと思うんですけども、さらに相性のいい張飛を副将に入れてるということでですね、鬼に金棒状態になるというわけなんですね。そしたらもう一つの戦法を見ていきたいと思うんですけども、はい、こちら楽法になってますね。これも非常に有名な戦法ですね。 A 品質の戦法ということなので、割とまあゲットしやすいんじゃないかなとは思うんですけども、 35% の確率で発動するアクティブ戦法ということになっております。こちらはですね、ちょっと単体ダメージなんですよね。ただダメージ率は高いです。 250% ということになってます。で、さらに最新状態かっこアクティブ戦法発動不能にするということが書いてるので、効果力プラスアルファ制御状態を与える戦法ということで、非常に人気のある戦法、特にですね、武力が高い武将につけたい継承戦法ということになってて、張飛って言ったらこのゲームの中でもトップクラスの武力を保有しているので、まあ、こういった楽法みたいな戦法との相性はバッチリということでですね、こういった形で覚えさせてる人が多いということが書かれてますね。そしたら次、最後ですね、馬長の方の戦法を見ていきたいと思います。はい、こちらの2人目の副将馬長に関しても武力は非常に高いんですよね。なんで張飛と馬長でかなり高武力ということになってますし、張飛も決して低くないと。で、さらに固有戦法でステータスも上がってるという状態なので、本当にパラメーターに恵まれた編成だなという気はするんですけどね。その分仕上げる難度っていうのは高くなってますけどね。固有戦法を見ていきましょう。獣王シックって読むんですかね。武力を34増やし 54% 範囲攻撃状態になる。自身が主将の場合、範囲攻撃値が 60% になるということが書かれております。なんで自分にバフをかけた上で攻撃がですね、全体攻撃になりますよっていうことなんですね。ここでも出てきました、全体攻撃ですね。ここまで全体攻撃全体攻撃っていうのが繰り返される編成ってそうそうないんじゃないかなと思うんですけどね。この編成ぐらいじゃないでしょうか。こういう何かに特化した編成っていうのは僕は嫌いじゃないですけどね。そしたら覚えさせる戦法を見ていきたいと思います。一つ目がですね、これなんて読むんでしょうか、わからないんですけども、張飛から継承できる S 品質の戦法ということになってるので、これまた入手難度は非常に高いということになってますね。ただ高い分火力は非常に出ます。
発動確率は 40% ということで、まあそこそこかなというところですね。自身の武力を、50ポイント上昇させて、範囲攻撃、括弧通常攻撃時、目標と同部隊にいる他の武将にダメージを与えると書いてますね。効果を 70% 獲得と2ターンの間持続するということになっているので、これは馬長の固有戦法とそっくりですよね。自身にバフをかけた上に全体攻撃になるということが書かれてます。ただ、まあ、馬長の場合はですね、アクティブ戦法でないのに対してこちらの方はアクティブ戦法ということになってるので、安定感はないかもしれないんですけども、発動してしまうとですね、またこれ全体攻撃ということになってるんですね。特化しまくってますよね。そしたらもう一つの戦法を見ていきたいと思います。はい、馬長2つ目の覚えさせる戦法が強行ということになってますね。こちらは A 品質ということで、継承出所も2人ですし、非常に覚えさせやすい戦法なんじゃないかなと思いますけどね。大体の方が訓練を終えてるんじゃないでしょうか。で、発動確率 45% ということで、なかなか高いです。で、自身を連撃状態にする一旦の間持続するということが書いております。でですね、毎ターン2回の通常攻撃が可能というのが連撃ということになってるわけなんですけども、これを発動する確率というのは 45% ということになってるわけなんですね。なんか一見すると、なんかこれって突撃戦法と合ってるんじゃないのっていう気がせんでもないんですけども、ただですね、これ馬長の固有戦法と張飛の継承戦法ですね。でですね、両方発動してたとしたら、武力がかなり底上げされているということになっているので、通常攻撃でもですね、かなりの平均ダメージが期待できるということで、覚えさせている方が多いんじゃないかなと僕は思うんですけどね。で、他の編成との兼ね合いでですね、なんかこの強固に変わるような超強力な戦法をですね、覚えさせることが可能なのであれば、覚えさせてみてもいいんじゃないかなと思いますけどね。一応その第2人気が強行ということになってて、その第3人気以降ですね、もう表記してくれてるんですけども、これが一応ですね、兵法と、手記騰落ということになってますね。これもちょっと一応見ときますか。はい、兵法に関してはですね、強行とあんまり変わらないですね。連撃状態にするということなんですけども、こちらはですね、発動確率が低い代わりにですね、自分とプラスアルファ他の武将ですね、もう連撃状態になってくれるということですね。で、張飛や張雲に関してもですね、バフがかけられてますので、通常攻撃が2回放ってるというのではかなり火力を出してくれるんじゃないかなと予想されますけどね。そしたら最後の手記騰落に関してなんですけども、これはですね、突撃戦法となってますね。通常攻撃後、目標に平均ダメージを与えるということになってるんですけども、なんで封印なんかされたら発動できないということにはなってますが、ダメージ率は 214% と非常に高いです。ただちょっとこちら発動確率非常に低いので使いにくいかなということで、3位以降ということになってるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、いかがだったでしょうか。今回は圧倒的な全体攻撃特化編成の5個層の紹介をさせていただきました。で、この編成のネックを上げるとするならば、知力が低いというのが挙げられますね。チョーンはそこまで知力低くないんですけども、張飛と馬長は非常に知力が低いので、計略ダメージに特化した編成には非常に脆いというデメリットがあるんですね。なんで、そういった部隊と相対さないようにするというのもですね、この編成を使う上で大事なことになってくるんじゃないかなと思いますね。石膏なんかと同時に出さないと、ちょっと運用が難しいと思える部分はあります。ただ、この全体攻撃の特化型ということでですね、ツボにはまれば非常に強いというのはですね、僕のこの説明を聞いていただいただけでもご理解いただけるんじゃないかなと思います。ロマン編成の一つということになってると思うんでですね、組める方はぜひ試しに使ってみていただけたらなと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。